遊ぼうって言うと遊ぼうって言う、バカって言うと。通りなんだよ、うん、今もうこの姿勢がもうダメなんです。10歳じゃなっちゃいけないことなの、はい、今もうこれだけ反り腰してるんです。こうやってね見ると分かるんだけど、首が少しこうやって前出てるんだ。こうでね、歌う時こうなる。いい？じゃあちょっと私、顎を押さえるよ。はい。で、これで歌ってごらん。声変わってこない？あ、変わってます。変わってるよね。はい。いくよ、3。はい。ほら。すごくなってきた。全然違うでしょ、はい、苦しくないでしょ、はい、そうだよね。この形にね直していく。あ、今見ると分かるんだけどね、ここに眉間にしわ寄せてる。もうこれがその脳の中で怖いと思ってる、ダメと思ってる印なんでね。はい、でもっと嬉しそうにしましょう。3、はい、さっき出なかった音は出ました。出ましたじゃちょっとこうやってごらん。今度そうこのままやって、はい。わかるよね、はい、でね、今あなたが歌おうとしたこうね曲っていうのはこの D フラット高い音があるので、うん、さっきのでは絶対歌えないですよ、うん、もっと高い音があるからね、はい、私が両手を広げてもお空は青いお空のそこ子供っていうのは音域は狭いんです。まだ子供の音域っていうのはこのぐらい、ちょっとだから苦しいじゃん。これが出ないと、はい、そう、いい声になってきた。じゃあもうちょっと高いところから、もうね身長がね1メーター80センチぐらいになったつもりになろうか。1メートル80センチになるとどうなる？背伸びしてもらう。そう。そう。出たでしょ？出た。でしょ？はい。わかる？青いお空の底深く